このスレの紹介。動画。女さん必殺の、モテないでしょ、わら。に言い返されて、泣いてしまう。一致はある動画を貼る。その笑い方、ムカつく。人を小馬鹿にする感じ、やめた方がいいと思うよ。やけん、モテんと思うよ。ああ、全然、わら、モテるかモテないかは、客観なんで、人によるかなぁと、わら。でも、それはそうやけど。いやなんか、結構マジで、バカにする感じ、私、うまくやっていける自信ない?なんか、そういう感じでいたら。全然、うまくやってもらっても、やってもらわなくても、どっちでも大丈夫です。男って結論ベース、事実ベースで喋るから、でも、どうしても女性って、自分の感情ベースでさ、喋っちゃうじゃん。わかるんだよ、それが普通だから。それが、例えば、何が言いたいのかな?みたいな。多分ね、男女、関係ないんですよ。女の子で優秀な子もたくさんいるんで、喋ってることめっちゃ自信あるのに、話してることが論点むっちゃずれてるから、おもろいなって思って笑っちゃったんで、わら。でも、エンターテイメントとしては、むっちゃ楽しかったんで、全然、わら。そう。だから、それが得意なことやれば、ということなんじゃない?なんで、いいじゃん、優秀な人を、つければ、強いはず。推進力、絶対あると思うよ。ああ、あと、大人で涙流すのはダサいんでー。やめた方がいいですよ。かわいそう。完全論破で草。血管ビキビキで草。何の空間だよ、これ。隣の女、草、何食ってんねん。隣の女、ピザモグモグで草。隣でモリモリ食ってて、草、他人の不幸は蜜の味だからね。自然かと思ったら、最後面接みたいなこと言っとるし、何やねん。でも、隣にいるやつサンドイッチ食ってるんだわ。隣でピザモグモグの女は、私わかってますよ感出して男側につこうとしてるけど、普通に無能すぎて男からは一切相手にされず、女同士でめっちゃ喧嘩しとる。モテない、童貞認定が得意技の女、かなり多いよな。女が好む、ダサいのパンチで反撃してくさ。キモいって指摘で優位に立とうと思ったら、男みんなから責められて泣いちゃった。議論してるのにモテなさそうとかレッテルバリしてくる女にはモテたくない。これが令和の虎ですか?モテないでしょって言われても男は基本モテないのが当たり前だからダメージないんやが女ってデコでモテモテの状態やからそこら辺勘違いしてるんかな。確かに目から鱗だわこのレス。確かにモテそうって言われても嬉しくないし意外と男女差でそこの違いもかなりあるんやろな。つまり女にモテないでしょはガチで聞くんかな。女の子でも優秀な人全然いますからね、からの大人で泣くのダサいんでやめた方がいいですよ、はボコボコすぎてあかんわ、事件にならんことを祈るで。これほんとすげえよな、女の勝ち筋全部塞いでるもん。ヒカルがやってるノンタイトルだな、YouTube で無料で見れるよ、めちゃくちゃ面白い。一気に台本臭くなったな。仕込み臭くなったな。これ台本なんか?もしそうなら、この女は役者になれるやろ、血管ピキピキさせて涙も流せるとか、有能すぎや。強運しないだけまだマシな方だな。やべえのは手折りながら物投げつけたりするしな。そもそもどういう状況やねん。この前にオーディションがあったんやけど、そこで男 VS 女のディベートがあって、テーマが男と女で器用に向いてるのはどっち?とか男女の対立を促すものばっかりだったんや。だから、最初から男と女でちょっと仲悪い状態からスタートしとんねん。いや、追撃で言ってる大人で涙流すのはダサいは意味不明やろ。これはただ煽りたいだけやね。感情論や。これこそ感情ベース発言やけど、もう、ノックアウトされてもうてるから無理やな。あえて言ってると思うで、この女さんには、その皮肉も伝わってないかもしれんが。ここではカットされてるけど、この後に涙は我慢できるんで、男の暴力と女の涙は同じ、って言っとるんやで。それむしろ、殴る男と同格ですって自白してるんやからなおさらダサくね。撃たれ弱すぎだろ、殴った拳砕けてるレベルやん。男が泣くのかと思ったら、女が泣いてくさ。言い返されて泣いたってより、モテないでしょ?が聞いてないことに泣いてるように見える。いや、マンさんは、感情が高ぶったら勝手に涙流すんや。言い返したいけど、感情が邪魔して言葉が出なくて、自分の無能さに涙を流す人が多いんやと。感情で話してくるのはわかる。女さん、穴モテはノーカウントだからね。
女の人生は結婚がゴールみたいなもんだから、モテるかどうかは重要なんやろけど、男からしたら、その先も続く仕事の方が優先されるから、あんまりこの煽りに意味ないんよな。確かに、仕事場で、無能って言われてるでしょ、の方が効くわ。怒るとかじゃなくて、マジで凹むな、これ、マジで、効く。実際は、無能と思われてるわけではなかったら効かんくない？これは、なんかテーマがあって、相手を言いまかすために議論してんの？いや、ちゃうで、これからお願いします。っていう顔合わせや、気づいたら、こいつらがレスバしてた。顔合わせでいきなりこうなるとか、台本感もしたな。台本ではないと思うけどな、ただ男の方は有能だから、番組を盛り上げるためにレスバしてるとは思う。ちなみにこの女さんは、離婚してシングルマザーやってるから、マジでモテない煽りしてる意味がわからない。確かにモテないだろって煽りは、受け身でも恋愛ができる前提のワードやな。ほとんど男は、自分から動かないと恋愛にたどり着かないから、別にしたくないで済むもんな。男にとってモテるかどうかが、最も重要だと思ってる時点で、男の性格を理解してないモテない女よな。理解してる女なら、男は煽るのに、仕事できないでしょ、経営者には向いてないと思う、みたいに煽るわ。仕事できないでしょは、ちゃんと言われたらムカつくやつ多そう。男って仕事がアイデンティティで、仕事こそが人生とか思っちゃってるやつ多い。これ、悪質な切り抜きです。本当は、女の方が勝ってまーす。この後も追撃されて、トイレ行ってくるって言って、自室に戻ってめっちゃ泣いたから、男の圧勝や、これぞまさしく、涙目配送や。でもこの人たち、ワイラより優秀なんだよね。実際のところ、若い女って、どんくらいの頻度で男からアプローチを受けるもんなの？四半期に一回とか、そんくらい？少なくとも、大抵のやつはナンパされたことあるやろな。ここまで綺麗なピキリ方見たことないわ、女優なれるやろ。これ、リアリティショーかなんか？女はモテなさそうより、長く続かなさそうって言った方が効く。実質体だけって意味やからな。ああ、そうかも。まあ男から見ても、こいつはモテんやろな、とは思う。この男が人を小馬鹿にする感じやめたとして、モテることはないからな。だから〇〇なんだ世論法って、自分が気に入らないところ、他人の短所結びつけるだけで、ただの卑怯でしかない。こいつ、年収2000万超えのエリートやぞ。確実にモテる。隣の女、我関せずで、むしゃむしゃ飯食ってるの笑うわ。しかも泣いてるの確認して、なお食ってるのがおもろい。サンドイッチむしゃむしゃ。人前で大人が泣くのはダサいっすよ。泣いてるんか？ほんまに泣いてるなぁ。サンドイッチむしゃむしゃ。くさ。例えば、逆の立場で男が泣いたら情けないって言われるんやろ？女が泣くのはせこすぎ。言うほど涙って我慢できるか？違うなら申し訳ないけど、今、ナプキンいる状態？槍で突き刺しに行ってるのに、デコピンで返されて泣かないでくれや、頼むわ。合いの手で入ってきた男が、マジで、ずっと何言いたいのか意味不明で草生える。もう一人の男も、もうちょいうまく収めろや。この一撃必殺技使ったら、もう男には退いてもらいたいんやろな。なんかモテなさそう。なんか、そういうのやめた方がいいよ。泣いてる女さんも、モテなさそうって人をバカにした発言しとるやん。これの返答の正解はあるんか？ひろき、喧嘩する人、みんなバカです。わら、みんなで楽しくしましょうよ、わら。本当の顔真っ赤って、ここまで血管出るんやな、エネルギーがすごい。血管ピキピキで漫画みたい。最後に追い打ちするの。くっさー。